ここからはですね、セノンスポーツゼロプレゼンツ YouTube ライブを行ってまいります。よろしくお願いいたします。そしてご一緒していただくのは、アンダ製造機篠塚和則さんです。はい、よろしくお願いします。つながりましたね、はい、皆さん、お昼1時過ぎですが、いかがお過ごしでしょうか。ライブこれから30分ほど行っていきますので、お付き合いいただきたいと思います。さて篠塚さん、はい、まず昨日はお疲れ様でした。ドリームマッチ、はい、疲れました、ね、2年ぶりの大会でした、ね、そうですね。去年はちょっとね、やっぱりコロナのあれで中止になってしまったんで、はい、やっぱりみんなやっぱり楽しみにしてるし、まあ、ああいう意外と機会じゃないと、はい、やっぱりそういう OB の方だとね、こう交流っていうのはあんまり今もほとんどないですから。そうですか。やっぱりみんな楽しそうに、ね、うん、久々でしたけどね。でも画面から伝わってまいりました、はい、いやでもさすがね、華麗な守備と。いやいや、こういう状態なんでね、やっぱり気持ちの方がね、で無観客じゃないですか。はい、そうでしたね。だ自分の中では、まあ、ちょっと例年よりはね、ちょっとなんかこうバーっていうかね、はい、そういうあれはちょっとなくて、まあ怪我だけはね、やっぱりみんなもそうなんですけど、はい、しないようにやろうっていうことで、まあサントリーさんのね、はい、協力を得てね、やっぱりこうできたっていうのが本当にやっぱり、他の今までね、ゴルフとか、はい、いろんなあれで、まあ子供たちをちょっと教えたりもして、たまには筋肉痛になるんですけどやっぱ実際にやっぱりゲーム出て、公式打って守って走ってってやるとね、あ、やっぱりこれが野球のなんか筋肉痛なんだなっていうのを感じたんでね。違いますか。逆に幸せでしたね。はい、いやでもあのヒッティングでもしっかりいいところに落とされるヒットも、まあ、あのピッチャーもね、そんなにこう速いボールを投げることはあまりないんで、はい、そうですか。まあ、まだまだあのくらいのボールであれば当てることはね、はい、うん、できるんで、まあでも1本ヒットが出て、ね、うん、そうでね、よかったです、ね。でもあれじゃないですか、いろんな OB の方昨日いらっしゃいましたが、はい、そんなに体型篠塚さん、いやいや、まあ、出るとこは出てますけど、あ、そうですか。、うん、まあ、気にはしながらね、はい、うん、毎日やってますけどね。毎日ね、はい、毎日ですね、ゴルフはね。いやでもやっぱりね、こう体を動かしていらっしゃるというね、はい、証でもあったかと思うんですが、ぜひあの皆さんからの質問にも答えていただこうと思いますので、よろしいでしょうかね。はい、いいですよ、はい、どうぞ。ぜひぜひあのお寄せいただきたいと思います。さて、ということで質問が来るまでちょっと進めていきたいんですが、いきなりではありますが、はい、篠塚さん現役は19年、ね、はい、そうですね、はい、19年間現役でいらっしゃるというのもかなりこう長い年月だったかと思うんですが、うん、思い出深いシーズンというとどのあたりになるんでしょうか。シーズンですか、はい、うん、まあ、最初ね、こういろんな高校からこう入る時もいろいろあったし、はい、まあ、入ってからもやっぱり線が補正どうしてああいうやつを取ったんだっていうね、そのね、周りの、まあ僕も高校の時ちょっと病気っていうかね、やってるんで、まあそういう体の弱いやつをっていう、そういういろんなこう雑誌とかね、新聞にも書かれたことありましたけど、まあそれ聞きながらでも、まあ結果出さなきゃね、しょうがないんで。皆さんも知ってるかもしれないけど、やっぱり長嶋さんっていう存在っていうのが、はい、どうしても自分の中ではね、うん、外せない、うん、またこうここまでできたっていうのもやっぱり長嶋さんがこう拾ってくれたっていうのがあったんで、だからやっぱり長嶋さんに恥をかかしちゃいけないっていう、そればっかりでやってましたね。あ、そうです。入ってから、はい、その意識を持たれたのはプロ入りどのぐらい、僕ね、半年くらいですかね。それまではやっぱりこうドラフトで普通に、普通っていうか何もその内容を僕知らなかったんで、うん、まあ、ドラフト1位っていう形でね、はいはい、こう拾ってくれたっていう形。もともとジャイアンツさんっていうのは練習が厳しいっていうのが高校からあのずっと見てる時からあったんで、まあ、巨人の星で育ってきた人間なんで、漫画のね、はい、だから、まあ、ああいうものに僕はついていけんのかなっていうね、まあ、そういう不安っていうものがやっぱり最初に出ましたね。まあ、でもそのプロに入られて、はい、長嶋監督の思いにも触れられて、ちょうどその半年くらい経ったっていうのは、ドラフトの経緯を知ったわけですよ。うん、本当に周り、
まあ、ドラフトの光景はね、皆さん知っての通り、はい、テーブルで、今はこうパソコンでね、はい、いろんなこうデータを出したりしてますけど、まあ、その時、まあ、4人か5人くらいはいたと思うんですけど、まあ、その中で他の人たちはみんな反対したと。で、長嶋さんだけが、ね、俺が責任を取るからっつって俺を1位に指名したっていうことを聞いたんで、だそれからなんですよ。だから、だからそういう意味では本当にこう長嶋さん恥をかかしちゃいけない、はい、俺を取って間違いなかったろっていうふうに言わせたかったっていう、その思いで、まあ、ずっとやってましたけどね。でも、まあ、皆さんご存知伊藤キャンプっていうのが、はい、まあ、それがあって、まあ、その次の年に、まあ、ゲーム出て、そのオフに長嶋さんが辞めていってしまったっていうのがあったんで、だそれが自分にとってもすごいショックで、やっぱり長嶋さんがやってる間に、まあ、自分はもう2軍にいたり1軍にいたりっていうね、そういう選手だったんで、そのレギュラー定着というのが長嶋監督とそうできなかったんで、僕もだからどうなるか分かんない本当に時期ですよね。で、監督が変わればどうなっちゃうのかっていうのもあったし、まあ、案の定どうなっちゃったんですけど、まあそれを、まあ、自分の中でずっと練習をしながらね、長嶋さんのその時の言葉を胸に締めてね、こうやってきたっていう、そうですか。だからその時期が一番自分にとっても大変な時期でしたね。はい、答えたい思いと、そうですよね、もうそれだけでした ね、 ね、はい、かけていただいたお言葉ですとかというものも多々おありだったかと思いますし、まずはもう開幕からキャンプからその年のねキャンプやって、まあオープン戦やってって、それ見ていくと大体こうスターティングメンバーというのが分かってくるん で、まあ自分なんかもオープン戦なんか意外とまあ何試合かこうスタートで行ったりしましたけど、もうほとんど後からねこう行ってた時期だったんで、で開幕前に長嶋さんが腐れるんだよと、絶対チャンスは来るから、いつも試合のことを意識しながらシチュエーションを持ちながら、バッティング練習、また守備練習、それをやっとけっていう形でそれをずっと繰り返し繰り返し、まあ自分の中でね、意識しながらこうやってきて、でちょうど開幕して1ヶ月くらいですかね、ミルの中川さんがちょっと怪我をされて、で原がサードに行って、まあ自分がそれでセカンドに、でそれからまあその後も順調にいったんですけど、まあこれまあ中畑さんが帰ってきたらまた変わっちゃうんじゃないかと、そういう恐れも自分の中であって、まあそれにはファンの人たちもそうですけど、やっぱり首脳陣はこれ篠塚外せないだろうっていう成績を残さなきゃいけないと、だからそれ一心でそれから頑張りましたよね。案の定自分の中でもやっぱりそうですけど、周りの人も外せないっていう、この成績で外すのはおかしいだろうと思わせるようなやっぱり数字を残してたんで、まあ、それからですね、まあ、ある程度こう順調にいったっていうのはね、それがおそらくそのキャリアハイの3割5分7厘、そうなんですよ、だ最初にその数字残してしまったんで、いやでも5年連続3割そして通算で7回の、3割以上の打率も残されっていうのはすごいことですね。そうですよね。だからそういう中でも、まあ、その時自分のとっても本当に1年目、切れ味足りてね、1年目で、まあ、そこまであの、まあ、自分の憧れた藤田平さんと争うことができたっていうのは、これもなんかの、まあ、なんて言いますかね、一輪差だったんですけど、ですね、だからそれがものすごい自分の中でも自信になったっていうかね。なるほど。まあ、あの当時野球選手バッターとしては、やっぱり3年間は3割打てばね、周りの人に、まあ、バッターとしてこう認めてもらえるということで、まずはそれを目指したんですよ。3年でもクリアされましたね。で4年目に首位打者っていうのを意識して、今年は取るんだぞって言って取りました。84年、だこれでやっとその長嶋さんに恩返しができたんだろうっていうふうに思いましたね。すごいな、はい、それだけね連続こう3割超えとさらに首位打者で、ようやく一つ恩返しっていう、
まあ、プロの世界っていうところもありますけれども、それだけ、まあ、でも長嶋監督にドラフト1位で取ってもらったっていう、うん、しかもこう長嶋監督の意向、そう、うん、まあそれもありますし、やっぱりそういうチャンスをね、やっぱりものにするっていうことが本当に大事だなっていうふうに、まあ、今の若い選手なんかもそうだと思いますよ。やっぱりどこの球団も、まあ、多少はその怪我をしないでね、日中万般に1年間通すっていうのはなかなか難しいですからね。だからそれを自分の中でいつでもこう出された時に結果を残せるようにね、だそういう意識っていうのは本当にやっぱり今まで多少でも一軍でやってたその経験、自分で何が足りないのかとか、はい、いろんなピッチャーとやっぱり一軍来れば対戦するし、一つのことっていうか一つのスイングじゃまたダメだし、いろんなピッチャーとこのタイミングもねあるし、そういうものをきめ細かくやっぱりやっていかないと、なかなかここっていう時には力出ないよね。でももちろんですけども、一流同士のぶつかり、うん、そうだと思いますよね。だそういう気持ちっていうものをやっぱりしっかり持ってればね、なるほど、うん、だおごらないっていうのが一番だと思いますね。おごらない、あ、うん、だからどうしてもその試合でカンカンって打っちゃうとちょっと安心してしまうっていうね、やっぱり自分なんかも打った次の日が一番怖いの、逆に。でもそう思ってたわけですか。思ってました、思ってました。怖いと思えるということは一つ備えにもなって、なりますね。やっぱりその時4択を食っても、全然ああやっぱりなっていう風になればいいんだけど、うんうん、はい、前の日カンカンって打って、はい、次の日もその同じような気持ちで行って、なんで？でこう落胆するよりも、あそうかってね、あっけらかんで思った方が、今度次に行きやすいっていうのはあるね。そこそこそういうふうに思えるにはやっぱり自信っていうものを自分で持たないと、なかなかやっぱり若い子なんかもそうなんですけど、まあそのアマチュアで、まあ中学とかね、まあ小学校でも高校でもそうだと、すげえ緊張するっていうね、打たなきゃいけない場面ですごい緊張するんですけど、どうしたらいいんですかって言われても、いやそれはもう簡単にやっぱり自信がないから緊張するのはね。プロに入った頃からその自信というのはお持ちでしょうか。いっぱい意外とそういう守りにしても、うん、打つ方にしてもの自信っていうのはありましたね。そうですか、うん、そのボールとスローイングの自信もあったし、それはやっぱり自分の中でやっぱ小さい頃からの積み重ねで、はい、セルフコントロール、うん、自分の感情を、そうなんですよ。若い時からやっぱり意外とそういうもので失敗してきたっていう経験もあるわけですよ。今言ったように高校でもそうですけど、はい、打ったら次の日も同じような気持ちで行ってやっぱりやられちゃったっていう、その落胆、うん、やっぱり強いっていうことがあるんで、だそういうもののやっぱりアマチュア時代からの繰り返しっていうものがあったんで、はい、やっぱりそれを今度徐々に徐々にこうプロ入ってから、そういうふうに自分の中で思うようになってきましたよね。そういうやりながらやっぱり自分の中でもこう自信っていうものがどん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 ついてきたんで、だそれが逆に違う緊張、いい緊張っていうものにこうなってきましたよね。でも一番本当にねプロ入って緊張したっていうのはやっぱり一番最初のね日本シリーズ。あ、一番最初日本シリーズというと、やっぱりシーズンとね日本シリーズってやっぱり全く違うなと思いましたね、雰囲気が。だから81年ですよ、最初の。でもまあシーズンも日ハムさんとやった時ですよね、はい、篠塚さんとしては順調なシーズンでしたね、うん、日本シリーズっていうのはね、その緊張感ってやっぱり特別でしたね。それどういうものなんですか、こう今まで感じたことのある、なんかやっぱりこうそわそわしたり、逆にやっぱり相手と日ハムさんとの対戦というのはほとんどないわけで、オープン戦でね、あ、まあそうですね、その時も1試合2試合やる、はい、今みたいに交流戦がないん で、でどういうピッチャーとかどういう 選手なんだろうとかと全くわからない中でこう向かっていくんで、そういう逆にいろんなこう野球だけじゃなく、そういう選手の個人個人の性格とかさ逆にね、性格も出ますか、うん、そういうものをこうどういう人間なんだろうなとか、なるほど、余計なこと逆に考えすぎちゃって、プロ野球の中のやっぱりメインイベントですからね、そうですね、日本シリーズっていうのが ね、うん、頂点に立つね、だそれを思うと逆にこう今までと違う緊張感っていうのはその時に初めて出ましたね、うん、はい、一番初
ちらの日本シリーズ、ちょっとまた深く伺っていきたいと思うんですが、はい、質問いただいております、はいはい、私は右投げ左打ちです、はい、あご一緒ですね、うん、いつも走り打ちを監督から指摘されます。何かいい練習方法はありますか？走り打ちですか？走り打ちというのは、僕走り打ちはやったことないんで、ね、やったことないまあ、左だから走ってるようにこうやっぱりこうどうしても左バッターっていうのはやっぱりフォアスト方面にね行ってしまうっていうことがあるんで、まあ走りながら打つっていうよりもそういう打ち方になった時はありますよね。だからそれは練習方法しても練習方法で走り打ちをするのは、まあストレートを走り打ちするのか変化球を走り打ちするのかっていうのもあると思うんですよ。ストレート走り打ちは難しいですよね。伊藤キャンプの時に松本さんがね、右から左になった時っていうのはやっぱり足の速いバッターっていうのは多少そういう技術があってもいいと思いますよね。足を生かすにはね、うん、だから走り打ちを練習するっていうのはどうなんでしょうね。こうやっぱり遅い球で自分の体勢を崩された時にやるっていうくらいでしょうね。なるほど、走り打ちを指摘されていらっしゃる。ねえ、だからそれはちょっとあまり自分の経験の中ではないですね。あまり進めないですよ走り打ちっていうのは。だから彼は多分足が速いのかな。それもちょっとあれなんですけど、あとは監督が見てどうしてもこう後ろに体重が残って打ってしまうっていうことがあるから、それだったら走るつもりで打てっていうイメージでちょうど体重移動ができるのかっていうのもあると思うんですよ、教え方には。そのくらいの気持ち、もう前足がついたら走るイメージをすれば結局はステップした方の足に体重が乗っていくだろうっていう、だそれで走り打ちを言ってるのか、本当に走って当てて、はい、フォアストをね、セーフになるからっていうふうに言ってるのか、それはちょっとわからないん で、ね、はい、また後でその質問いただければ、多分自分のそのスイングのフォームがあまりにも体重が後ろ足に乗っちゃってスイングをしてるのか、体重移動ができてないのかって、はい、まあ、今の聞くとね、はい、ちょっと自分の中では解釈しました。なるほど、はい、一つ参考にしていただければと思います、はい、またあの機会がありましたらそのシチュエーションも教えていただけると、ね、お答えいただけるかもしれません、はい、なかなかやっぱり我々もねいろんなこう質問を受けたり、はい、電話で受けたりとか、今みたいにね受けたりする時もあるんですけど、はい、あの余計なこと言えないんですよ、やっぱり見てないから。そうですね、それはそうですね、うん、その子の方も、まあ、自分もいろいろあのビデオ出したりして、はいろ、はいろそれの質問 で、ええ、で質問だけもらってもなかなか難しいんで、まあ、その会社にそのビデオを送ってくれと言って動画をね、なるほど、でその動画を自分のところに送ってもらって、はい、それを見てあの指導っていうのは、自分の中でもしっかりはできるんですけど、この言葉だけでもらうとやっぱり変なこと 言えないんで、選手それぞれありますしね、はい、癖などもありますしね。ありがとうございました、はい、篠塚さんが若手の頃、土井正造さんが巨人コーチだったと思いますが、はい、どう思いましたか？どう、イチローさんが若手の頃、オリックス時代の土井さんは良い印象を持っていなかったようです指導者としての土井さんはどうでしたかといただいております。やっぱり自分一緒にねあのプレーもやってるし、はい、感覚的にそのやっぱり土井さんというのはこう確実な、はい、やっぱりセカンドプレーヤーだったっていうこともあるし、ええ、で自分こうセカンドに入ったっていうのは、まあ、土井さんが、まあ、長嶋さんに言ったみたいなんですね。やってる間に土井さんは、まあ、これはもう俺は篠に抜かれるなと思ったらしいんですよ、もし篠がセカンドにやるんだったら俺は引退するっつって引退したんですよ、土井さんは。篠塚さんがやるならが先というか、うん、はい、引退したらスピンを取ってきたんですよ。あ、はい、うん、そしたら俺やめてねって言ったらしいんですよ。でもまあね、だそういうのがあって、はい、やっぱり土井さんがそれでもコーチになって、はい、まあ、やはりセカンドっていうポジションをね、はい、ベースワークとか、はい、そういうものをこうやってきている、その中でまあいろいろ教えていただきましたよ、うん、でも同じことやってちゃいけないなって自分は思ったんです、やっぱり土井さんと違うタイプにならなきゃいけないっていう、はい、それはもう守備っていうのはそれはもう
骨格とかいろいろあるんで、はいはい、その相手が見るとやっぱり同じようなこう動きってなかなかね難しいと思うし、まあ自分なりのこうスタイルを作っていけばいいなと思って、まあまずはその前やっぱりバッティングで、やっぱり動産っていうのはやっぱり2番バッターを打ち、やっぱりこう単打を打つね、そういうバッターだったし、まあ自分としてはやっぱり打率を残せるそういうバッターになりたいっていうのがやっぱりあったんで、で守備っていうのはやっぱりいろいろ経験で、やっぱりこうやっていくことによっていろいろなこう考え、こう人それぞれやっぱり違うし、守るポジションポジショニングもやっぱり違うし、うん、でそれを考えながらいろいろやって、まあ最初セカンドっていうのは自分の中でも全然頭になかったんですよ。高校の時にはやっぱりサードショートっていうのをやってきたし、やっぱりサードショートの方がちょっと派手 で、 うん、で肩もやっぱり自信があったんでっていうのがあったんで、やっぱりセカンドっていうタイプじゃないだろうなって自分の中ではね、そうで思ってたんですけど、でもいろいろ同志さんに教わりながら、あれセカンド面白いなって、うん、やっぱりまっすぐの動きじゃないんで、やっぱり逆の動きとか、やっぱりスライディングゲッツーを取るっていうのが一つの快感になってきたんで、相手のこうスライディングをかわしてゲッツーを取るっていうね、それがやっぱりすごい楽しくなって、うん、それから本当土井さんにいろいろ教わりながら、おやっぱり面白いなって思いましたよ、はい、やっぱり一郎ファームにいたからね、土井さんは一軍でっていう形で一緒にやってたっていうのはあまりないと思うんだよね、うん、ということで土井コーチからいろいろ学ぶことも、ね、はい、多かったですね、まあ、ゴルフもいろいろやらせていただきましたし、一緒に、はい、ありがとうございました。もう一つぐらい行きましょうかね。篠塚さんから見て、坂本選手の骨折に伴うランナーの鍋つかみのような手袋の着用に関しては何か意見はありますでしょうか？ん？あ、みんなあれですかね、はい、手袋ランナー行ったらするもんね。あのそうですね、うん、はい、そのことですかね。そのことでしょうか。保護するためっていうのもあるんでしょうからね。うん、僕はあの手袋をこうやって握ってました。あ、逆に持っては出て。はい。お、あ、それは あえて握ってたんですか。握って、そう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 。それはどういう？このまま行って最後にこう伸ばすっていう。最初からこうじゃなくね。時にはこのままこうついちゃう時もありますよ、こうやって。このまま。そうそう、その方が怪我しないじゃないですか。指が。はい。あんまり切りはしなかったですもんね、僕は。切りはしなかった。うん、だそれ結構あの中さんなんかも、ね、同じやってて、やっぱ親指をベースについて、あ、まあ、今中さんの指こうなってますけど、そうですか、うん、僕もついた時あるんですよ。怪我予防ね、するために切りするっていうのは意外とこうリードが大きくて、やる人が多いと思うんで、はい、まあそれは絶対にそういう人はやった方がいいと思いますよ、うんうんうん、あ、今来ました画像が、この手袋ですね。ああ、だからそのこういう覆ってしまって、うん、覆っているやつ中でこう伸ばしてるのか、はい、今ねちょっと見るとこうなってるのか、ちょっとグーにしてるのか、まあ嫌な人もいるし、うん、やる人はやればいいと思うしね、うん、まあ賛成も反対もしないですね、はい、これは否定はしません。そうです、はい、はい、ありがとうございます。ということであっという間ではありますが、はい、30分のお時間が、参りましたので、この辺りで YouTube ライブ終了とさせていただきます。篠塚さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでですね、スーパーチャットでいただいた金額の一部は社会貢献事業に役立たせていただきます。皆さんありがとうございました。そしてぜひ、プロ野球 OB クラブチャンネル登録もお願いいたします。引き続きいろいろな、チャンネルでお届けしてまいりますので、お楽しみにしていただければと思います。ということで、本日のライブはこのあたりで失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。